はい、どうも、シュー TV でーす。ヨヘでーす。グリッチでーす。はい、お願いします。お願いします。というわけで、本日はですね、はい、埼玉武蔵ヒートベアーズ取材ということで、はいはいはい。お願いします。お願いします。ます本日9月2日、シーズン最終戦ということで、先日、ヒートベアーズ、南地区優勝しました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、で今回はですね、なんと、たくさんお世話になった、清田さんが、引退ということで、本日、引退セレモニー、行われます。クリッチがなぜ今日来たかというと、はい、実は大のロッテファンということで、あの翔平にいつも参加してくれてますよね、はい、一緒に野球やってます。まあ、それもあってクリッチもすごいカメラ好きだし真面目なところがあるので呼ばせてもらって、はい、まあ、で多分ロッテファンだから清田選手も松田君は今まで知ってると思うんですけど、はいはい、この辺もちょっと最後間近で見ていただいてっていう、あのロッテファン優しい僕ですカメラも実際にやってもらってさ、選手のいいところを引き出して、はい、お願いします。お願いします。今回僕ら以外にも、あの向こうズメンバーは何人かどうしても来たいってことです。まあね、あの清田さんと、清田さんと周りもあるし、あの来てもらったので、それでは、今ね、アップしてるんで、まあ、ちょっと様子見て、はい、行けそうなタイミングでインタビューを撮ります。はい、僕らあの前回いろいろさ、グローブ紹介とか、ね、ピックアップしましたけど、それ以外にもしてない方たちがいるので、まあ、その方たちもあの最初戦だし、うん、あの撮らせてもらって、選手のいいところ、何のグローブ作ってるの知りたいでしょ。僕はそうですね、だからこの前マジでびっくりしましたよ。うん、本当知らないメーカーもたくさんあの使用されてますので、そこをまあ僕らは知れるっていうところね、ところで、はい、あのたくさんの方に見てもらいたいので、じゃあ頑張りましょう。はい、はい、それでは行きましょう。はい、ということで、ガイアアップ中の様子をお届けいたします。おーおーおお、すげえな。ずっと逆立ちしているバランス感覚。いや、ずっとだな、本当に。ずーっと逆立ちしてますね。いつまでやるんだ、いつまでやるんだ。そして、ブリッジで着地。柔軟性すごいですね、これ。はい。奥では野手陣を中心に俊敏性のアップ中となります。はあの向こうさんが、あ今日来られるんで、まあ、もちろん向こうもちょっと、はい、そうなんですよ、練習して、はい、毎回ありがとうございます、ね、もう何でしょう。いやいや、あのめちゃくちゃロンティーのあれがすごかったんで、えでもあれあの時でも調子悪かったんで。本当ですか地球な。次はダメですね。今の方がいい。あ、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝できると思ったね。いや、さすがですよ。今年は見ると思ってました、ね。最初。選手たち取ってあげてください。いや、もう、こちらも選手じゃないですか。僕は。いや。僕はいつでもいいですよ。取っていただいて。ありがとうございます。見てもらえれば。おはようございます。前回ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃいいキャラ出させてもらいました。あ、もう映さんといてください。おはようございます。お願いします。今日で20歳です。マジですか。さっきの誕生日は、さっきの誕生日、あのハッピーバースデー、あ、歌ってたやつですか。おはようございます。自分で、おはようございます。今日で20歳です。おめでとうございます。じゃあ今日は頑張ります。今日誕生日一発いっちゃいます。はい、いけたらぜひぜひ頑張ります。お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。マスボーイなんで、そういうのを注してあげてください。引き続き外野では選手たちがジェナアップ中となります。大川先生の動画でもね、取り上げておりましたが、ブリチャーやっぱり野球やる上では重要な動きなんですね。はい、おはようございます。おはようございます。本日お願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。
主に投手陣かな、2人1組でまた割り中です。お願いします。お願いします。また割り中ね、辻投手兼コーチが爽やかに乗っています。ここまでね、爽やかに乗られてしまうと、もう下がるしかないですね、これは。おはようございます。こちらこそありがとうございました。おはようございます。投手陣は最後まで入念な柔軟をしております。やっぱりね、体の柔らかさが怪我をねしない体にも、強いボールを投げるにも必要なんだなと。おはようございます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 。投手陣もボールを使った練習へ入っていきます。まずは投手ノックから。選手の皆さんもね、カメラ意識してくれていますね。ありがとうございます。はい、難しい打球を難なくさばいていきます。9人目の野手として守備練習もしっかりとこなしております。正番のエスキャッチ。そしてノッカーは辻投手兼コーチが務めております。軽やかですよね、選手の皆さん。本当に投手の選手たちもやっぱり下からグローブを出す守備の基本ですね、投げ終わりをねしっかりとやってから、やっぱりねそのまま構えた状態ではピッチャーはね守備始まらないですからね、投げ終わってからですからね、そういうところもしっかりとやっております。逆シングルでナイスキャッチ。しっかりとねボールを見てきております。そしてメインではバッティング練習を行っております。豪快なねベアーズの選手たちの打撃をご覧ください。金子選手のオキロンティ、オキティーですっげー飛ばすな、手話ですよね。スイングがコンパクトに力強く、ドンと綺麗ですよね、スイング。やっぱりそしてゲージには坂口選手が入ります。うわー、この打球は、はい、軽々スタンドインと、すごいパワー、これもガツンと、しっかりと振り抜きながらもミートをしているので、これもですね、はい、芯でしっかりと捉えております。そして金子選手もフリーバッティングへ。金子選手ね、前の動画でもそうでした、バッティング練習中はバッテをつけないんですよね。本当にスイング綺麗。そして再び坂口選手がゲージへ。はぁ、豪快だー。なぜレフトにいるんだ。そしてまあね、バッティング練習中はシートロック、守備練習も行っております。続いて根の井選手がゲージへ入ります。選手もしっかりとミートを意識しながら打っています。ボール球はね手を出さずにしっかりと捉えております。いいシュアなバッティングでしっかりとミートしております。これもしっかりとミート。
そして埼玉の特攻隊長伊藤選手のバッティングです。伊藤選手ですね、あの俊足を生かした打撃が持ち味です。はい、しっかりと振り抜いて打球はライトへ、これはね逆らわずに逆方向へ。そしてベンチ前ではキャッチャーのスイング練習。おお、ドンピシャ投球がエグすぎる。これは誰でした？いや、どうもです。こちらこそ早くでした。キヨさんだった。あ、キヨさんですか。キヨさんですか。どっちかというとキヨさんです。SSK か。あ、そうですよね、ナイキの。じゃあもう打つしかないです。打つしかないです。最後にシャッフ。今日頑張ります。すごいです。一本盛りじゃないですか。マジですか。これ、まあ次がやる。はい、そんなね、清田選手からバットとバッテを譲り受けた上田選手のバッティング練習。しっかりとね、清田選手に打球が行ってましたね。そしてこの打球が、はい、しっかりと相手フェンス直撃、ナイスバッティング。これもライトへ鋭い打球。よいしょ。いやー、いいスイングですね。しっかり清田さんに打ちました。マイクチェック、マイクチェック。ファールボールには十分ご注意ください。マイクチェックです。マイクチェック、マイクチェック、マイクチェックです。でも調子悪いマイクチェックです。ファールボールには十分ご注意ください。マイクチェックです。この場所で1年間やりました。すごいですね、1年やってて折ってない。折れないです、折れなかったです。すげえ。折れないんか、折れるほどのパワーがない。いやめちゃくちゃ飛ばせるじゃないですか。そして町田選手がゲージを迎えます。はい、鋭い打球。町田選手がこの時間にバッティング練習って珍しいですよね。まあ、キャッチャーですから一番最初に打つんですけどね。どう町、はい、そして町田選手は両バットを試打しておきました。というのもですね、町田選手はこの日はなんとファーストで出場となっておりました。そのためこのね、野手陣のバッティング練習に入っておりました。最後は片山選手兼コーチがバッティングへ。アップ中に声をかけていただき本当にありがとうございました。はい、この打球はうっほー、ライトスタンド最上段へ。さすがです、めちゃくちゃ飛ばします。この打球はえぐい飛んでます。さすがですね。これはね、逆方向へ。でもね、力強いんですよ、打球が。広角打法という言葉がすごい合ってますね。このインローのボールを振り切っております。ほう、低弾道で打球はどんどん伸びていく。はい、これを飛んでますね。えげつねー。はい、ベアーズ豪快バッティング練習でした。画面変わっていきなりどうした。キャッチャー翔平です。なんかね、毎回恒例になってますよね、翔平のキャッチボール。はい、お相手は埼玉県北本高校出身の加納投手とキャッチボールとなっております。3号っすか。わー、
なので止めます。お願いします。ナイス。あー、いいっす。すごい。一瞬あれストレートじゃねえって思っちゃいます。すごいっすね。わお、横なんす。はい、じゃあ金をってことっすよね。よいしょ。わー、すごい。ナイス。わー、僕も18の時135っすよ。そうっすね、マックス。もう今32なんで。富山県内です。富山県です。それ軟式135っすけど。おー、あ、すいません。あ、あります。縦に言われるような上投げで横に曲がる人だったな。手投げて、手投げて、手投げて、マジで、すごすぎだろ。あ、マジですか。うわ、マジか。いや、余裕で、待って、あ、ダメだよ。あ、もう満足してる。もう満足、もう満足してる。早い、早い。何度行こう。ミット貫通しそうだと思う。いや、早っ。逆に映させてもらっていいですか。あ、はい、あ、はい、あれ抜きました、今抜きましたよね。ちょっと時間が来ました。あ、パスった、パスった。もう一回ですか、もう一回ですか。おお、どやんな、こっち見んな、こっち見んな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。洋平さんいいですか、キャッチャーの。いや、いいいい。ごめん、ありがとうございました。ありがとうございました、お茶こそ。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー。よーし、いけいけいけ、そう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 。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。